はいどうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回もフッティスタやっていきたいと思います。前回と違ってですね、今回は新しいチームになっております。でメンバーはこちら、全員カード読み込みですよ、もういやまあしょうがないけれども、これで WCCF 新シーズンスタートです。はい、セイドルフ、もうちょっといつのかな、0607セイドルフみたいですね。そして今度は右サイドバック、0607ザンブロッタ。そしてフォワード、0506シェフチェンコ、 MVP は持ってません。そしてフォワードはアドリアーノ。そして、センターバックプジョル、0506バンディエラ。そしてフォワード EMVP かかかな W だったかな、そしてもう一つ0506 LE スコールズ。そしてこちらも、MVP F カンナバーロ。そしてこちらも MVP ロナウジーニオ。ちょっと早いですね、 LE ロベルト・カルロス、フッティスタムじゃないやつ、そしてスティーブン・ジェラード、0405ですね。そしてフォワード、ルートファン・ニステル・ロイ、0405。ゴールキーパーは、0405のジダとなっております。さらに LE バラック、0607シーズンですね。ちょっと今回あれなんか点滅しちゃってるのがね、あの読み込めなくって、1枚ちょっと今表示されなかったんですが、ジュニーニョ・ペルナンブカーノもメンバーに入っております。この対戦を行います。熱戦が期待される。はい、というわけでマグはここから WCCF0408 新チームスタートでございます。はい、というわけでね、前回は、0102、0203でプレイしたんですが、今回は4シーズンまとめてひっくるめていきたいと思います。今月11月 WCCF の0408までの選抜でやっていきたいと思います。2週間はこれでやって、もう2週間はまたちょっと違うメンバーでやっていきたいと思いますので、お楽しみに。全員変えるかどうか分かんないかな、一部だけメンバー変えるかもしれない。センターバックはね、やっぱりね、ちょっとマグもね、バインダー眺めてみたんだけど、あまり守備の選手にあまり思い入れがなかったなね、ちょっと攻撃陣とかにはね、思い入れがあるんですけれども。そして今回はようやっとあのクラブホットラインが組めたんで、 AC ミランで組んでおります。まあでも MVP だらけですからね、もうちょっとねこう2人ずつ飛ばされてるし。さあキッカーはジュニーニョ・ペルナンブカーノ。ああ、ちょっとこういう通り過ぎちゃうやつ、今カカ触ってよ、よくあるやつ。ただね、結構ね、バインダーを眺めてるとやっぱあれですね、あーマグ持ってなかったんだこれっていうのがね結構出てきますね。ロナウジーニョに至っては多分あれ EMVP かな、カカフも EMVP だったんだけど、多分ね持ってる WMVP はあれカードショップで買ったかも。うん、カンナバーロも自力引きじゃなかったかな、覚えてないな。いきなり、さらっとレバンドフスキーにゴールをされているというシーンをスルーしましたけれども、うん、あと他にはこの左サイドバックの、ね、ロベカルもね当時引けなかったんだよな。だからねブラジル選抜の時にねロベカルいなかったんだ俺、これを引けなかったのがねショックで。でおそらくね俺このロベカル買ったのっていつだろうな、ちょっとだいぶ経ってからじゃないかな、もう値段下がるまでだいぶ待ったような気がするんで。ゲームが再開されます。はい、ジュニーニョ・ペルナンブカーのフリーキック、はい決めました。はい、なんか言っております。まあ、特殊実況があるんですが、まあ、当時ねあのフランスのリオン7連覇でしたっけか、なんかねリオンがねめちゃくちゃ強かった時期があったんですが、そのシーズンに在籍していた、中盤の選手ジュニニョ・ペルナンブカーノ選手なんですけど、リオン7連覇してんのにもかかわらずブラジル代表はね結構渋かったんですよね、全然選ばなかったんですよね。
まあ、あまりにも選べ選べの声が高まって結局選んだんですけれども、サブでしたよね。これだけのフリーキックがもったいない。ああってカカ1対1決めなさいよ、 MVP カードなんだから。ここで相手の戦術が少し崩れたか。まあでも今回のメンバーフッティスタで復刻されてるんですよね。あのジェラードとかカンナバーロ、ロベカルとかそこら辺はもうほとんどの人がメンバーに入れてますよね。ここで取り返す。前半がここで終了しました。マグのね、あの WCCF の感想動画の中に結構コメントのにねいっぱいあったんですけれども、その中で結構フッティスタになって、あの WCCF の復刻系のレジェンドばっかり出てきたのがねちょっとショックだったなって言ってる人も結構多くて、まあ WCCF をやってなかった人にとってはやっぱり嬉しい引きだとは思うんですけれどもね、やっぱり古参の人たちになってみるとまたこれかっていうのがね、やっぱね新カードが欲しいわけですからね、こっちはね。どちらが先に、だからまあそういう意味ではここ一番での活躍が期待で、ちょっと感想動画の方のコメントと被っちゃうかもしれないですけど、古参は大事にしなかったですよね。まあ新規を増やしたいっていう気持ちはわかるけれども、ちょっと古参をかなりないがしろにしましたね。ちょっとねパスを出しました。まあ新規でやってる人にとっては知らないカードばっかり使われて辛いでしょうけどね。ペレチェンコなんかが流行った時なんかは新規は辛かったかもしれないね。まあそれで新規が離れた理由にもなったかもね。ペレチェンコはちょっとひどかったもんね。だって持ってないんだもんね、新規の人たちはね。もうどうしようもなかったかもしれないね。ちょっと、まあ、それはそれで結局どっちにねちょっと振った方がいいんでしょうね、そういうのってね。おっと、キーパーからキーパーまで。まあ、ジダとかはね、今のタイプのゴールキーパーじゃないからビルドアップとか関係ないからね、いかにゴールキックは遠くへ飛ばすかだからね。さあフォワード交代、ファンニステルローイ。 MVP のカードの割にカカもスタミナがないんだよな。そもそもカカがスタミナなくて途中交代するイメージがあまり湧かないからさ。ドリブル突破で仕掛けてチャンスを演出します。この指示で選手たちがどう動くか出します。さあクリロナが突っ込む。クリロナが今止められるわけもなく、相手を勢いづける得点となってしまったか。まあ、0405で初めてあのクリスティアーノ・ロナウドがカード化されたわけですけれども、あの時はまだあのクライングベイビーですからね。あのユーロでね決勝で、ね、負けちゃってね、ギリシャにね。後半30分、まあ、ギリシャがユーロ優勝してるんですからね、まずね。あの時のね小学生のようなね子供のような顔くしゃくしゃにしてね泣いてたねクリスティアーノ・ロナウドが、ね、まさかこんな化け物になるなんて。ねえ、どこがクライングベイビーだってね。もう本当にだから0405でカード化された時にねこんな化け物になるなんて思ってないですからね。あの時はだってそれこそロナウジーニは何回バロンドール取るんだっていうね。あ、違うか、あの時は毎年バロンドールが違ったんだっけ。だから連覇がどれだけ難しいかみたいなこと言ってたんだよね。バロンドールを連覇するってのはねよっぽどでしたよ当時は。もう1年ごとに年間最優秀選手が違うみたいなね、そんな時代でしたから。取り返しました。相手監督はここで一旦仕切り直しになります。いやいやいや、そんな時代を経てまさかねメッシロナウド時代が来るなんてっていう。ね、この10年下手すっと2人で取ってんだもんね。恐ろしいね、やっぱり異次元の選手だわ。さあペルナンブカーノからのヘッド、いやこれはちょっと決めてほしい。もう最後はやけくそシュート。このチャンスを逃してしまった。ゴールキックになります。まあね、あそこの位置からハンニステルローイにクロスを上げる絵は浮かばないんでね。このゲームのパターンだとあれ
トラップしてゴールラインを割るか、試合終了のホイッスル、もしくはトラップして一回切り返してる間に取られるか、どっちかしかないからね。シュート打ってよかったかなと、コーナー欲しかったなぐらいの感じですかね。はい、というわけで初戦は1対3で敗れてしまいました。ジュニーニョペルナンブカーノの特殊実況があったので採用しました。ね、そこがねなかったらねどうでしょうって感じですね。この戦いが繰り広げられます。この戦い、はい、というわけで今度は2試合目いきたいと思います。ランクマッチ、ランキングに関わる重要な一戦をお送りしてまいります。まあ、先日は基本的にはクラブホットラインからの、セードルフ、カカー、シェフチェンコ、これでセンターアタックかな、スルーパスで、戦っております。で後半からはですね、カカーのスタミナ、ジェラードのスタミナが持たないので、もうめんどくさいんで後半頭から選手交代してます。DMF もできるスコールズをね起用してますね。はい、というわけでいつも通りサイドからの攻撃にゴールを許すと、マンジュキッチ、まあでもある意味フッティスタを終わらせたのはこの人かもしれない ね、 ね。いやちょっとね、マンジュキッチのあれはやっちゃいましたね、やっぱりね。あれはねちょっとやってはいけないミスでしたね、やっぱね。中央からのスルーパスを中心にで、後半からはスコールズ、そしてファンニステルローイを投入してですね、ドリブルドリブルのあのデュエルか、デュエルで、サッカーをしております。まあそうなると途中出場で入ってくるアドリアーノ、さらにはファンニステルローイのゴリドリでなんとか打開したいと思います。前回のクリスチアンビエリとあんまり変わらない。はい、というわけで、あっさり2点取られてしまうという、今ねあのカップ戦とかも結構やってるんですが、あの J リーグの選手たちもね集めなきゃいけないんでスカウトしたいし、それでねリバプール染めで1回やったんですけど、アーノルドのクロスはやっぱりなんかちょっとおかしいな、ね、なんか異常なフォーミング性能がある。空いたボールになります。プレスをかけるように身振り手振りで指示を出します。まあ、リバプールの試合見てるとね、もう数打ち当たるタイプなんで1試合で10本ぐらいクロス打ってるもんね、アーノルドってね。監督ここで選手に奪います。ここで相手の戦術が少し崩れたか。まあ、サイドの攻撃に対してロベカルでマンマークできるから結構ロベカルはやっぱりいいね。フッティスタ版のロベカルってほとんど使ったことねえけど。世界トップレベルの統率力で選手たちをまとめ上げます。さあ真ん中、シェフチェンコ、はい、ダメ。スピードを生かし決定機を作り出します。ボールが奪われました。ピンチを未然に防ぎます。監督ここで選手にマンマークの指示を出しています。さあ前線のこの辺りで仕掛けていこうというところではないでしょうか。さあジュニーのペルナンブカーノからのスルーパスを奪ってゴールっていう、まあこれもフッティスタのあまりね好ましくない部分ではございますが、ウクライナのやアンドレーシェフチェンコ、シェーバー、あ最後にシェーバーなんて言うんだ、ハラショーじゃないのね、セリアダイジェスト感はちょっとシェフチェンコには出さなかったんですかね。なんか原翔言ってたような気がするんだけど。カゼミーロここで仕掛けに行く、奪いました、抑えて、ちょっとどんなトーンで言ってたか忘れちゃったけどね。そしてまたジュニーニョペルナンブカーノからシェフチェンコ、いや今日はあれですね、ジュニーニョペルナンブカーノ大活躍。いやロナウジーニョとかカカとかがやってくれるかなって思ったんですけどもね、いやちょっと予想外の活躍。この同点弾でなんとか追いつきます。同点に持ち込まれ、まだまだわからない試合展開となってきました。カンナバード勇敢にペナルティー、さあまさかの前半で2対2の同点、ちょっと意外な展開ではございましたが、スルーパスがドハマりしております。マヌラスがカットしました。意外とあれなのかな、相手のセンターバック結構5バックの割にスカッとしてるんだよね。
なんだろう、なんかどっか結構ポジショニングが悪い人がいる。スローインで再開です。しつこい通信を選手たちに要求しています。ここで前半終了の笛が吹かれました。はい、前半は2対2の引き分け。イーブンの状況で迎えたハーフタイム。先ほど言った選手交代をしていきたいと思います。シェフチェンコは2点取ったにもかかわらずアドリアーノに交代。まあ、マグがね、あの言ったカードじゃないアドリアーノなのが残念ですけれども、そしてデュエルで戦っていきます。後半が始まります。さっきまではねスルーパスだったんですけど、今度はゴリドリです。ドリブル突破で仕掛けてチャンスを演出します。まあ、ゴリドリしてるんだけど、スコールズの方でゴリドリしちゃうんだな。そこは早くパス出してもらわんと。注目しましょう。ここで投入されます。チームの切り札としてどんな活躍を見せてくれるのでしょうか。ボールを取り返す。奪いました。監督からパスの指示が飛びます。いや、ちょっとこれは足元で欲しかったな。足元だったら今ので点取れるしね。ここで相手の戦術を、なんか結構あれですね、ホットラインブレイクがハマりますね。珍しい。サイドにこう縦2枚に選手並べる系の戦術は結構あの強い人たちがよくやる戦術なんですけど、マンマークが結構外れちゃうことが多いんですよね。これはよく入んなかったな。なんか結構読みが当たってますね。めったにないことですけど。トラップ、ボールが奪われました。メドベドから精度のいいスルーパス割って入ります。監督から指示。さあ後ろから追っかけたんですが、クリロナに間に合わず。防げなかったか。このゴールで流れが大きく変わるかもしれません。このゴールですでに2点目を決め、今日絶好調です。ほぼクリスティアーノ・ロナウドの背中を頭突きしているロベカルが今後ろから追っかけてましたけれどもね、間に合いませんでしたね。ここで諦めずに果敢に両チームとも攻めてほしいところ。ロベルト・カルロス、今日もサイドからチャンスを作り出します。監督、ここで選手の交代を呼びかけます。でもロベカルはあれなんですね、あのフッティスタのカードじゃなくてもWCCF でも結構行くんですね。あの守備の方ね、ゴリゴリ行ってくれますね。セードルフから右へ、スコールズからロナウジーニョ。さあロナウジーニョが突破。まあ、ロナウジーニョの方で抜いてくれてもいいんですけどもね。これはパスを出しました。で相手がねマンマークしてるんで、アドリアーノの位置がねちょっとボールを奪われます。ちょっと危ないなって思ったんで、今たった今ホットライン変更して、今度はこっちカカオの方に行きます。そしてカカの方で、はい、決めました。今のはねちょっとアドリアーノがマークされてるのに気づいたのでうまくいきましたけれどもね。ああやってね見えてるときはね、マグの方もね結果が出るんですよね。見えてるときは大抵見て見えてないんだよね。ドリブル突破で仕掛けてチャンスを演出します。ここでマンマークをするよう選手に指示が飛びます。ここで取り返す。さあゴリドリファンニステルロイ、この指示でゴール前までつなぐことができるか。ここでボールを取られる。ここももうちょっといいスルーパス、スルーパスじゃなくていいんだよね、縦で縦に合わせてくれればいいのに。キーパーしっかりとキャッチ。トラップ奪いました。縦に出す。スルーパスの戦術にしてなかったんだからね、ちょっと足元通してくれれば。キックで再開です。今のはこれで3対4の逆転があったかもしれない。ファンニステルロイは途中交代だから疲れてないしね。はい、というわけでマグにしては珍しく3点入ったんでね、今回これ動画にさせていただきました。それではそろそろお別れの時間となってまいりました。シェフチェンコ、また次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。ただ前線がねやっぱりいいカードですし、 MVP ですから、まあ、結構ね1対1勝ってくれますね。まあ、今回は結構前回のカードよりは強いのかなと思いますね。メンバーがねMVP っていうカードがいっぱい入ってるしね。まあ、あくまでもね、マグが持っているのが条件ですが。
たちとの戦いが繰り広げられます。この戦い負けるわけにはいきません。はい、というわけで今回の3試合目ランキングに関わる重要な一戦をお送りして見てまいりましょう。ちょっとこれはねなかなか面白かったんでメンバーを見てください。WCCF のカードも交えてではあるんですがマンチェスターシティとなっております。こういう時はアーセナルで挑みたい。でも今回アーセナルチーム持ってきてないんだよね。持ってきてないし作ってもいないね。いつ勝つんだ。前半のキックオフです。今日の両チームのはいというわけでホームチームはやっていきたいと思います。フォーメーションです。ワールドクラスの選手が揃う非常に優れたチームです。一方アウェーチームはシェフチェンコが取られても取りに行くチームです。なかなか3回取れて、ね、意外と取り返しますね。シェフチェンコは回してゴールへの激しいチェイスを指示しています。ここでマンマークにつきます。さあこの戦術がここで機能するか。相手ボールになります。両チーム立ち上がりの良さが勝利のキーとなってくるでしょう。さあスルーパスダイレクト。キーパーしていた。いや危なかったですね。ちょっと今もう一個持たれていたら危なかったかもしれません。ダイレクト。スターリング、ここは枠に行きません。キーパーからリスタートです。キーパーのキックで再開です。ここで奪って身長178。さあでもね今回は、結構ねセントラルミッドフィールダーでの起用となります、シェフチェンコに強引に預ける、そういうタイプのサッカーにちょっとあえてしてみているんでね、ここら辺もガンガン上を押してなかなかファウルを取ってくれない。はい、いいゴールが決まりました。カカが自分で打ていい。あ、ウクライナ言ってくれなかった。まあそこでねファウルを取ってもらってもペルナンブカーノが決めてくれるでしょう。というわけで珍しくマグが先制。ドリブル技術には絶対の自信を持っています。ボールを運びます。これは気をつけなければなりません。持ち前の守備センスが光ります。まあでもこの頃はあれでしたね、 WCCF のもねあの世界版が出たということでセリアだけじゃなかったんですが、この時はねアーセナルがまだ強かったから。ただねここからアーセナルがどんどん弱くなっていく。それでもめげずにカード化してくれて、そういう意味では本当に WCCF ありがとう。フッティスタだってねアーセナルに対してかなりの忖度をしていただいて、ね、日本ではねプレミアリーグの中でもあのファンが多いってことがね分かってるんでね、もう完全に成績ではないカード化でしたよねアーセナルはね。だって4位以内になってないもんね。ジェラードから駆除、監督の戦術通りに。いやまあそれ考えるとマンチェスターユナイテッドよりもね、アーセナルの方が人気があったっていうことなのか、それとも権利が安いのか、ユナイテッドの方が権利が高かったってだけかもしれないね。なんかね、なんか独自のなんか持ってそうだもんねユナイテッドってね。さあそしてペルナンブカーノ、これは決めなさいよ。前半じゃない。ね、ちょっとここで2対0にしてほしかったんですけれども、外してちょっとびっくりしました。絶対決めると思ってたんで。得点につながる指示となるか。さあこれも決まったんだけどオフサイド。てかこれシェフチェンコ触らずにカカで行ってくれたらこれ全然オフサイドじゃなかった。フリーキックで再開です。いやちょっとシェフチェンコ反応しないでねえ、 あのスピードでもカカ追いついたよ多分。ロベルト・カルロスがキープ、キーパー出てきてなかったしね。セイドルフから左へ奪われました。前半がここで終了しました。前半は見事、はい、というわけでマグにとってみたら結構珍しく、前半結構押してましたね。 2-0 にしなきゃいけない試合展開ではございました。あまあね、でもフリーキック決めてよ。まあフリーキックはねもうマグはどうしようもないんで、先ほども言いました通りこのようにデュエルで挑みたいと思います。ロナウジーニョとカカのドリブル突破、それだけでなんとかしたいと思います。あとはおこぼれアドリアーノ。ロナウジーニョ、相手ディフェンダーもその足技には警戒しています。
まあでも当時のブラジル代表強かったな。やっぱフェルナンブガーノがサブだったってだけじゃなく、アドリアーノだってね、あの試合出れなかったわけですからね。でもアドリアーノは出てたっけ、スタメンだったんだっけか。はい、ところがすぐに同点。 4R とか言ってね、確か観客席も白熱しております。うまくそっちの方で試合出れなかったんだっけかな。ここで勝負に出ます。ロナウド、リバウド、ロベルト・カルロス、ロビーニョだっけ。同点に持ち込まれ、あ、そんなんだったような気がするよね。確かね、展開となってきました。ボールが奪われました。あ、違うか、ロビーニョじゃない、ロナウジーニョだね。フェルナンジーニョから、ロナウド、ロナウジーニョ、リバウド、ロベカル。これは自分で持っていくか。選手たちが、リバウドとロナウジーニョは一緒じゃなかったっけか。ここで奪われた。やっぱりロビーニョでいいのかな。この位置でボールを奪う、持ち前の守備センスが光ります。カンナバーロ、その守備力には非常に定評のある選手です。さあここ、まあそういうのだったからね。あと果敢にスルーパス、いやこれはちょっと今ギリギリで取られてしまいましたけれど、これも入ったと思いましたよ。精度のいいスルーパス。さあそしてここでジュニーニョ・ペルナンブカーノ、今日大活躍。このシュートはキーパーも取れませんでした。そしてふてぶてしいこのアドリアーノのゴール。監督の起用に応えます。若干ロナウジーニョのボール奪い取ってるけどね。投入されます。はい、というわけで珍しくマグが逆転。そして気づいたら相手の方5バックになってた。よくでも真ん中切り裂いたもんだ。おお、危ない危ない。今日もスーパーセーブを見せてくれるでしょうか。実はねこの試合、今回ね結構あの余裕があったもんですから10試合ぐらい、プレーできたんですけど、その中でね、ジダがね2回ほど田植えでゴールをされるというね。まだあったんだそれあのボールをかがんで取ろうとしてる間に相手のシュートが反応しちゃうってやつね。横滑りしてくれたならシュート入んなかったのにっていうね。ここからリスタートです。この指示で得点に繋げ、さあ相手が4人いるけどロナウジーニョが突っ込んでいく。選手たちにどんな指示を与えるのか。ここで奪い返します。ラインを割りました。ボールが入ります。キーパー落ち着いています。なんか今のあれだったね、そのまま入りそうな感じのクロスボールが入りそうな感じのなんか精度だったような気が。試合を一度止めます。さあでもね、もうここら辺からはもう時間稼ぎですよね。こういうファールは OK ですよ。交代選手がなんでそっちに蹴るのよっていうね。ベルナブガーノ もうシュートで終わりたいのにこっちは。そしてこれ入らんのか。ここで入って3対1にね、ちょっとしていただけるとすごく助かるんだけれども。マンマークで守備を固め相手の反撃を迎え撃ちます。もうこれヒヤヒヤしましたよこれ。いやこれ入ってたらもう同点ですからね。いやいやもう入ったと思っちゃったこれ。さあやっと途中交代が実りました。ファンニステルゴール。そして今ファーサイドにクロスされていたら今のはもう同点でしたね。今ファーサイド誰もマークしてなかった今危なっかしい。もう本当危なっかしいけれども試合は勝ちました。結構今回の0408、なかなか成績がいいかもしれませんね。まあ、10試合中実はですね3試合 CPU 戦で、結構今回あれでしたね、あのやはりもうかそってるのか、あのなかなか対人戦にならなかったですね。まあ残念ですがそれも致し方ない。はい、じゃあまた今回も特殊実況集いきたいと思います。まあ、結構ねいい選手集めてるからね特殊実況ありそうですよ。さあ先ほども出ましたこれ、ウクライナのやアンドレイ・シェフチェンコ、シェダー。はい、というわけでウクライナのやでした。ここで貴重な1点が入りました。
いやでもねやっぱり当時のねリアルタイムでこの頃やってた時はねこのウクライナの矢の特殊実況はもうあちこちで何回も聞いたね。こればっかりだったね確かにね。さあ今度はロナウジーニョ唯一無二のブラジルの真珠ロナウジーニョ。 WCCF の時はブラジルの真珠だけでしたよね。なんか付け足されてる唯一無二になっちゃった。さあ次はアドリアーノ。インペラトーレアドリアーノ。うまくヘディングで。そっかインペラドーレだったんだっけ。あの新たなる怪物ってのはないんですね。あれは0405だけだったのかな。あの特殊実況が変わってるのは知らなかったんだけど、それともフッティスタで変わっちゃったのかな、ちょっとわかんないけれど。さあ次はバラック。はい、というわけで新たなる皇帝でした。今日絶好調です。蹴るように身振り手振りで指示を出します。得点につながる指示となる。今回ね結構いろんな選手でゴール決めたんですけど、カカそしてファンニステルローイでも、何ゴールも決めたんですが、このように、特殊実況ないんですかね。ちょっとフッティスタになってから特殊実況なしとかのパターンなんでしょうか、たまたまなんでしょうか。まあちょっと次回もね彼らでいっぱいゴール決めて特殊実況取りたいなと思います。やっぱねWCCF 時代のね特殊実況のあのねカカの言い方とかはねやっぱり懐かしいよね。カカなんですよね、カカじゃなくてカカっていう風にね言うんですよね。であの裏声もまた素敵でね、もう懐かしくなっちゃうな。はい、というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よかったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますとマグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけでね今回の後ろの方ねあのカードの印刷見ると J リーグばっかりなんですが、J リーグの印刷は12月1日までなので急ぎましょう皆さん。じゃあねー。